第一規模だけが儲かり、お金持ちがどんどん豊かになる。そんな日本を我々は作ってはならないのである。自民党内どうですか？ものすごい緊張感。やっぱりですね、いわゆる政治と金の問題がありますので、逆風を私ですらですね、ひしひしと感じてます。なんとしてもね、当選してもらえば困るんです。自民党の総裁も全部勝つんだし言えばいいよなって僕は思います。なんでそんな中途半端な半数だとか、総裁でしょって思って、自由民主党のみんな顧問は一生懸命頑張ってるんですよ。やっぱり萩生田だったって皆さんに言ってもらえるように絶対頑張りますから。取材するユーチューバーの須田慎一郎です。皆さんこんにちは。今私はですね、大阪府南部のですね、泉佐野市というところに来ております。時はですね、10月11日です。何のために来たのかというとですね、改めて申し上げるまでもありません。自民党の総選挙のですね、取材にやってきております。今回総選挙っていうのは、いわゆる裏金問題、まあ言ってみればですね、政治資金収支報告書の未記載問題ですけれども、これに関してはですね、自民党の中の処分が終わったということで、新たな処分を追加しないということを石破総理は明言していたんですけれども、急転直下、まあ言ってみれば追加の処分が行われることになりました。今日の時点では出てないんですが、非公認、公認をしないというですね、自民党の候補者も、比例区との重複立候補を認めてもらえない候補者の方もかなりの数に上ると思われます。そして新たな追加処分が行われた方々というのは、ほとんどが旧安倍派の所属議員です。まあ言ってみれば、この旧安倍派は、我々虎ノ門ニュース取材班が前回の総裁選で追っかけた高市早苗さん陣営にあって、その高市早苗さんをですね、大きくですね、応援支援した方々だったんですね。そういった意味で言うと、ある種の、まあそういったこともないと思うんですが、まあ、前回の総裁選の意思返しみたいな、そういう形になっていることもこれ間違いありません。果たしてそれぞれの候補者は今どんな思いで選挙に戦っているのか、望んでいるのか、そしてこれからどういう戦いを展開しようとしているのか、そしてその結果はどうなるのか、今回取材を進めていきたいなと、そんな風に考えております。こんにちは。あ、どうもお忙しいです。すいません。もうまたよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。すいません、もうカメラ回ってますんで。はい、すいません。ちょっと遅くなりまして。もう挨拶の時間を省略しようと思います。はい、すいません。わざわざお越しいただきました。ありがとうございます。もうちょっと確信めいたことを伺ってしまうんですけれども、はい、重複立候補を認めないっていうふうに聞いたときに、はい、どんなお気持ちでした？もう小選挙区で勝ち抜かないといけないなっていう、率直にそういうふうに思いました。まあ私も1回目落選してですね、で2回3回4回と選挙戦ってきて、で2回3回4回といずれも敗れて、比例復活ということで、今回本当何が何でも小選挙区で勝たないといけないということで日々活動しておりましたので、まあ潔いというか、背水の陣でもうあと引けないので、もう一本で小選挙区しかないんだからっていう気持ちで、逆に奮い立ったっていうか、はい、もう一回、もう一段階上のスイッチが入ったっていう感じですね。はい、どうでしょう、今回の選挙自民党に大逆風が吹いてるじゃないですか、はい、この辺りの風当たりの強さといったんですかね、冷たさ、何か感じられますか？大阪の場合はですね、ずっと逆風が吹いてるので、はい、前回の選挙は15選挙区、自民党が擁立してる時に全滅したということで、私と大阪の東大阪の宗清さんだけが比例復活っていうことになったので、もうあの時の数はもう半端なかったですから、でその後ですね、政治資金の問題とか、いろんな問題で今の逆風なんですけれども、全国と違ってこの大阪もですね、兵庫県の斉藤知事の問題が連日報道されて、で維新の議員の皆さんも不祥事を立て続けに報道されるということで、維新自体の
風もですね、はい、ちょっと止まってるかなっていう感覚があります、ね、で今その自民党のこの逆風がどれぐらい吹いててどれぐらいこの上がってるかっていうのが、うん、なかなかその察知できないんですよね。なるほど。ただでそこでじゃあ自分がですね選んでもらえるかっていうと、うん、まだ未知数のところありますけれども、うん、やっぱその10年間日々地元でいろいろ活動しているっていうことが少しずつは評価をされつつあるので、うん、そこはもう全力でひっくり返しに行きたいなっていうふうに思っています、うん、で先日も街頭を立っててですね、うん、あ初めこう自転車で行って、うん、で公認もらえるのかって言って言われて、うん、多分もらえると思います、うん、どこの派やったって安倍派って言ったら、うん、あかんって言ってビューって出て行きはったんですよ、車でブーって、で僕その先のスーパーの前で街灯を打った時に、その方また降りてきて、なんかええこと言ってるかもしれへんけれどもそんなもん政治資金の問題解決してからじゃって言われて、すいませんってご主人って今から説明行きますんで、でバーって言って、でその時にいろいろちょっと話を少しした後、うん、どの政党を応援されてますかっていう話を振ったんですよね、うん、それは自民党やと、ずっと谷川さんに入れてたんやと、でも今回ほんまがっかりしたみたいな、うん、でいろいろ説明したんですよ、うん、で説明して結構すごくですね保守的な考え方で、で今のその総理もなんか気に食わんみたいな、はい、で高市さんやったらよかったのにって言うから、高市さんの推薦で1回目2回目も全力で応援したんですよって言うと、そうかっていう話をして、でそれからいろんな国の話ですね、防衛力は強化しないといけない、海外から舐められたらあかん、馬鹿にされてもあかん、ミサイルとか挑発もあれどうにかならんのかと、で子供も殺されて、いろんな話をしつつですね、僕もすごく思いますと、でこれをどうにか解決していくためにまたしっかりと保守本流でやっぱり固まってですね、国の在り方っていうものを作っていかないといけないですし、道筋を作っていかないといけないと、そのためにはこうやってこうやってこうやって結構長い間話なんですよ、おっしゃるなんかもう最後もう固い握手で、そうですね、はい、次も応援するからって言っていただいて、本当なんかあれなんか本当にねその時胸がジーンとくるようなものがあって、うん、ありがたいなと、僕もずっと疲れてたので、そこになんか売り言葉に買い言葉みたいになったら、やっぱりその支援はいただけなかったと思いますけれども、はい、やっぱり皆さんもやっぱりここに持っているものっていうのがあって、期待するからこそなんか裏切られたっていう気持ちが強ければ少し憎しみに変わったりとか、はい、いろんなところがありますけれども、ちゃんとこうやっぱりご説明をですね、うん、一人一人丁寧にやっていくとやっぱり理解していただいて、そうやったんかと、報道と全然違うやないかと、うん、っていうことで皆さんご納得になる、うん、僕は結構それを続けてきてたので、その分今は小選挙区の勝利しかないということで、みんな本当に必死になってガチッと固まりつつあるかなと思ってます。加えて今回の選挙の特徴っていうと超短期決戦じゃないですか、はい、これはやりやすいんですか、やりにくいんですか。これあの全ての総裁候補の皆さんが、ね、まあ、あの解散についてですね、明言をされてたこともあると思うんですね、進次郎さんが総理総裁になったらすぐにすると、はい、で高市さんもまあそのような最後感じでした、で島前総理の場合はですね、その予算委員会まで引いて、でいろいろってやって、まあ、12月とか11月の終わりとか解散して12月投開票になるのかなっていうふうに思ってたんですけど、そうするとやっぱり時間がこう伸びちゃうので、結構その分また走り続けるっていうペースを考えないといけないですし、で僕らペースを考える暇がないので全力で通過してきてるので体力が持つかなっていう感じでしたけれども、今回まあ27日で総裁選終わった直後ぐらいですか、まあそういう噂を聞いてですね、ここ短期決戦だと、もう行き切った方がいいなと思いましたけど、この解散までの間が二転三転をされてですね、やっぱ正直もうちょっと時間欲しかったかなっていうのも、心の中でもありますし、もうこのままだから勢いに乗っていくつもりが、勢いが止まって、こう落ちてる時に選挙ってやっぱしんどいんですよ、僕の感覚落ちてるっていうふうに思ってるんですけど、自民党の保守票、自民党の応援団の人たちが今相当いろんな思いを全国でされてると思うので、こういう時こそ一致団結して戦いを考えないといけないんですけど、
まあ、それがここはあってなんか変な雰囲気が全国で広がらないかなっていうのは僕は懸念してるので、でも言ってももうそういう決めたことなので、全力で走り続けるしかないです、ね、その比例調布が認められなかった点について、はい、おっしゃるとよく分かるんですけれども、はい、ただその一方で選挙の戦術戦略ということを考えていくのね、はい、だ当初そこはもう手をつけないって言われて、はい、おそらくそれ前提で、まあ、他の議員の方もみんな動いてたはずなんですよ、はい、急にそうなると、はい、やっぱりなんかこうネガティブなね味方が有権者、はい、あやっぱりそうだったのみたいなところ、はい、ちょっとそれはないよなっていう思いってどうなんですかね、うん、もう思いますね。それだと初めから決めといてほしかったんですよ。それであれば我々も真摯に受け止めて、うん、それでもやっぱり国民の心配を仰がないといけない、はい、もうそれみそぎだということで、戦術も変わってくるだろうし、戦いをもう進めていくしかないですから、でそれに向かっていけるんですけど、心的にもこう大丈夫大丈夫じゃない大丈夫大丈夫じゃないみたいな、今多分2往復目の終わりにいると思うんです。でここからもう大丈夫になることはないので、ちょっとやっぱり皆さんもやっぱり不安、僕自身も不安でしたけれども、僕結構最低のあれを最悪のケースをもう想定するので、あもうそっかと、もうじゃあもうここは行くしかないなって思ってますけど、周りの人たちがやっぱり不安でいっぱいの方もいらっしゃるし、これがやっぱりまだ周知されてないとですね、とにかくまあ次、まあ、頑張ってるから比例では取るだろうみたいな感覚になってしまうと、やっぱりポロポロこぼれていくので、そこはちょっとチャットそれを伝えていけたらなというふうに思います。今日はね、この後街頭演説の方を取材させていただくんですけれども、はいはい、今回のね選挙で最も訴えたいことって何なのか、自民党の公約集っていうか、見ると一番最初にルールを守るっていう、はい、あるいは所信表明演説の冒頭もやっぱりこうルールを守るっていう、はい、そこから入るんですか、それとももう違うとこから。あ僕は違いますね、うん、で、まあまりにもですね、やっとその召集日が自分の政策をですね、一昨日ぐらいに完成させたんですけど、演説全然固まってないんですよまだ。あそうなんですか。はい、全然固まってない。供給施設も来られるんですけど、まあ、地域地域の雰囲気を見ながらですけれども、ただ今回政治的な問題については国民の皆さんに抱かなくていい不安や迷惑を抱かす結果になってしまったので、それは真摯に受け止めながらですけれども、やっぱりその言ってほしいとか何か質問があればですね、そういうふうにお答えはしますけれども、やっぱりそれを何か僕としての政策の中ではそこまで重視してないかというか、その政治資金の透明化の徹底っていうのは当たり前ですし、で僕はもう政策活動費っていうものを自民党の中でもなんかみんななんか使ってるみたいな感じですけど、もうそんな使う権利ないので、別にそれだったら廃止してもいいと思ってますし、第三者機関を設置してしっかり資金のね管理をすればいいし、で文通費についてもですね見直しするんだったらすべきだというふうに思いますので、そこはもう自分の中でも入っちゃってるので、それをわざわざなんか言うっていうのもあれですし、それよりやっぱり今物価高であったりとか、はい、国際情勢であったりとか、あと高齢者の皆さんの安心安全だったりとか、子育て世帯であったりとか、もうそういうこの国でやっぱ取り上げないといけない問題と、やっぱり地元の皆さんがこういうところでこういうふうになったらいいよね、こういうふうな政策で盛り上げてほしいよねとか、いろんなことがあると思うので、僕はこの町づくりと国づくりをやっぱり皆さんに訴えて、でそれで審判を仰ぎたいなと思ってます。多分みんな言うと思うんですよ、公明党さんも政治資金の問題も言われるし、他党さんも、まあ、攻撃の材料として言うと思うんですけど、この言い訳から入る選挙で絶対負けると僕は思ってるので、なるほど、僕は正々堂々と政策を僕が次通していただいたら、こうやってやりたいっていうことをまっすぐに伝えていけば心に届くかなと。ちょっと話変わるんですけどね、はい、大阪トータルで見たときに、はい、やっぱり日本有数の注目選挙エリアになってくる、はい、要するに、維新 VS 自公という、ね、はい、構図の中で、はい、ただこれまで維新はイケイケでやってきたんですけど、はい、ちょっとその勢いに
限りが出て、ちょっとじゃないかな、大きく限りが出てきた、はい、でその中でその大阪のこの選挙区っていうところを考えると、はい、やっぱりその維新政治にこのブレーキをかけるみたいなところってあるんでしょうか。まだそこまで僕は行ってないと思いますね、うん、やっぱ向こうもふんどし締めてですね、この大阪の城はですね、絶対死守するんだという気持ちで、戦ってくると思いますし、全国はわからないですけど、大阪は最後徹底して、お金も、あと人もですね、入れてくるとは思いますので、すぐに公明党の選挙区に、はい、ね、対立候補を立てるっていうね、はい、もう全面構想になってますよね。でやはり公明党としてはやっぱりこう自公でやっていくっていう、はい、うん、連携していくっていうそういう形なんですか。形ですね、うん、まあその地域地域によってですね温度差はあると思います、はい、ありますけども、私は府連会長やってますので、公明党の方とですね、いろいろと協議を重ねたりとか、まあ合同で勉強会立ち上げさせていただいたりとか、いろんなことをやりながら自公で、今回の選挙も戦っていくんだと、で自公で政権運営をまたこれからも続けさせてもらって、国や地域を前に進めていくんだというようなことでもがっちり今組んでいるので、まあ、自公、まあ、政権選択選挙ですから、衆議院はですね、でそれとも、まあ、大阪維新の会を選ぶのかという中で、僕らは向こうは改革っていう形で、まず選挙を戦ってきたと思うんですけど、我々は大阪刷新ということで、戦っていくということで、まあ、今地域地域でいい関係性を結んでいただいているので、自公で本当最後まで戦っていくと。今回ね、はい、自民党の単独過半数が可能なのかどうなのかっていうところなんですけど、そのあたりはどんな風にご覧になってますか。もう結構厳しいんじゃないかなっていうのは思ってますけれども、やっぱり今の執行部やにいろんな思いはありますけれども、やっぱり自民党なので、やっぱ自民党が単独過半数を取ることが、僕は必須だと思ってます、で国会運営に関してもですね、過半数割ってしまうともう全然ダメですし、で自民党が過半数割れても自公で過半数だと、っていうのって多分いろんなパターンがあると思いますけど、それによって国会の運営の仕方って変わってくるので、やっぱり自民党がしっかりと勝たせてもらって、公明党との連立政権、まあ、公明党もしっかり勝ってもらえないといけないので、我々もお互い応援し合うっていうのは前提ですけど、でそれで自公でしっかりと勝ち上がっていってやると。でまあ、僕ら大阪でいうとですね、前回全滅しているので、よく聞かれるんですよ、在阪のメディアの皆さん、目標なんですか、でも目標は全部の公明党のさんの 4A 数も含めてですね、もう19区全部勝つんだと、これまでにない選挙するんだと、っていう思いなので、やっぱり府連会長としては、その反もそうなんですよね、総理、総裁もそうですけど、僕らじゃあ今15あって19、はい、自民党だけで考えると、じゃあ7っていうとですね、じゃあ8、なんか見捨ててるみたいな感じに思われちゃう、僕だったらですね、だからみんなで力合わせて勝つんだと、いうふうにしないと、ちょっと士気が上がってこないかなっていう組織としてですね、自民党の総裁も全部勝つんだっていうふうに言えばいいのになって僕は思います。なんでそんなに中途半端な過半数だとか、総裁でしょって思うんですよ、自由民主党の、みんな子分は一生懸命頑張ってるんですよ、勝つつもりでね、勝つつもりでやってるんですよ、はい、みんな、だからなんかそこら辺でなんかこうネガティブな空気感になっちゃいますよね。なります、はい、なります。なんかそれで見てんのかと、で特に今回はそこで、まあ、線引きよくわかんないですけど、非公認にされてる方もいらっしゃいますし、それって何なんっていうふうに僕も思いますけど、まあ、本当に選挙区から公認申請が上がってない地域とのつながりがやっぱ悪いっていうところは、まあ、組織ですから仕方がないですけど、下からもう応援するんだっていうところに、いや公認しませんってなると、この自民党の人たちも一般の方々は行き場がなくなってしまうねっていう、
これで、どうなんでしょう。これまでと選挙戦の戦い方と変わりますか。一緒ですか。僕自身はまあ変わらないですね。政策を訴え続けるっていう、で呼ばれたところに行って挨拶をするで、またそれも政策を訴えることなんですけど、もうそれしかしてないので、基本的になんかこう戦略打ってここここっていうのはあまり考えてないですね。選挙期間中、今はちょっといろいろ考えながら、そのここ立憲さんが出ないので、はい、で元々長安さんっていう地元の方が出られて3期務められてましたので、そこの票もどこに行くのかなっていうのがあるので、まあ、そこはどうやって取りに行ったらいいのかなっていうのはちょっと考えてますけれども、それ以外のところはもう本当に市民の人、町民の人に訴え続けて、その人たちを過半数味方につければ勝てるんで、うん、なんかなんて言うかな、まあ、泉さん的な選挙の仕方ですかね。明石の、はい、あの方はそうやって選挙されたと、うん、私たちなんだと、みんな、皆さんっていう言い方をしないっていうふうに聞きましたけど、はいはいはい、だそういう形で市民町民の皆さんも圧倒的に多いんですから、うん、その人たちをどれだけ谷川トムに注目してもらって、トム君に期待しようっていうふうに思っていただけるか、うん、まあ、それは僕の戦い方。今日あの事務所に、ね、向かう最中に、はい、あの2連ポスター、はい、高市さんとのね、はい、これは選挙の2連ポスター、これは解散後の貼れる2連ポスター、解散後、はいはい、で公示日になると100枚、あ1000枚の少子ポスター、うん、政党ポスターがあるので、それは別にしてます。あ、別にする、はい、それと公営掲示板ポスターも連動させて、推薦はがきも連動させてやってます。 あと一つ言えば、重複がないので、僕はですね、まあ、自公の連立ということで、比例区は公明党をできるだけ応援をして積み重ねていかないと、自民党でもしこぼれて議席が減ってしまうので、公明党も減ってしまうと、多分本当に政権交代になりかねないんじゃないかっていう心配はあるので、まあ、そこは競合に連携を取ってですね、応援の試合をしたいなというふうに思います。その高市さんの2連ポスターはどうですか。はい、やっぱり高市さん人気高いですか。うちの19区はもう総裁選戦ってる時からそうですけど、圧倒的に高市さんのファンが多いの で、今朝も駅立ってるんですけど、あの2連ポスターで、すごくなんか声をかけてくれるっていう人がいないので、ちょっと雰囲気悪いのかなと思ってますけど、高市さんのポスター見ていきますね、必ず、はい、必ず見ていきます。まあ、聞くところによると、なんか林さんの、支援した陣営だとか、はい、茂木さん支援した陣営からも、推薦人からもなんか応援、選挙応援来てくれみたいなことになって、めちゃめちゃ大変みたいですね。解散前に、みんなでちょっと集まって、慰労会と次の衆議院、みんなで勝とうっていう機会が、またそこで僕も活動コールやったんですけど、あの時もすごいんだと、もう全然応援してくれてない人がすごくこう応援来てくれ、応援来てくれって言われて、もうなんかもうパニックになってるって言って、事務所もなんか。でもまあ姉さんからするとやっぱ次のこともあるので、まあね、無限には、はいはい、今回本当高市さんが政策であったりとか国家観であったりとか、そういうものが好きでみんな集まってきた人間なので、最終的にも高市フィーバーじゃないですけど、人気が高くなってきたから強くなりましたけど、初めの頃はなんか推薦人も集まらないんじゃないかと、なんか泡沫候補みたいに言われてて、その間からこう仲間が集ってですね、やっぱりこういう国づくりをしていこうっていうふうに勉強を重ねてたので、好きな人間は集まってるんですよね。でも好きな人間は結構選挙とかそんなどうでもよくて、国のことばっかり考えててですね、地域のことと、だから選挙弱い人もいっぱいいるんですよ、僕を含め。だからそういうところはやっぱ重点的に応援に行かなきゃダメですよと、はい、言ったら、A さんもそれは分かってるって言ってました。そういう点で最後にね、はい、兄貴分である萩生田さん、はいはい、この非公認はちょっとそばで見せるとどんな風に。いやーきついですよね。一回解散前、前日かな、その日か、その日にちょっと会ってお話はしたんですけれども、
もう何が何でももうお互い勝ち上がろうということでしたけれども、やっぱりあの線引きがですね、僕はその納得いけない部分があって、精霊心に出てるか出てないかっていうところもあったと思うんですけど、そもそも前の執行部があの否定的だったということもこれはあると思うんです。だからみんなこう非公認になるんだったら精霊心に出てですね、しっかりと説明をしてた人っていうのは多分たくさんいるとは思いますし、僕らもそうですけれども、萩生田さんもそうですけど、もう党に任せますとっていうふうにあの出してますから、そこで党が出なくていいっていう判断を下したっていうふうに僕は見てるので、それだったら党が言ったんだったら党を出しといて言うべきだったんじゃないんですかと、だから後出しじゃんけんみたいになってるのは、僕はこれはちょっとあれかなと、まあ説明責任を果たす果たさないっていうのは青年心だけでは僕はないと思ってるので、ご地元でもやっぱりいろんなこと言われてると思うんです、僕も多少ありましたから、だからそこはちゃんと説明みんなしてるんですよね、誰一人してない人って多分いないと思います、しなかったら選挙勝てませんからね、勝てないです、多分推薦も上がってこないと思います、公認のですね、そこはもうちょっと 党がしっかりとね、だから僕もちょっと見てると今回の、ね、追加処分って、なんか萩生田さんがちょっと生贄にされちゃったかなっていう、シンボリックな存在でいったんですかね、そうですね、なってしまったなっていう感じが、そうですよね、で一回一回ああいうので報道に乗るので、どん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 傷がいっぱいついてくる、それをどれだけ耐えて、耐え忍んで、選挙戦突入して勝ち切るかっていう、相当厳しい選挙には萩生田さんもなるし、処分を受けられたのが、そこは相当きついと思いますけど、頑張って勝ち抜くしかないと、いずれにしても頑張ってください、はい、頑張ります、長時間取っていただけるのは、ありがとうございます、一番忙しいのも申し訳ません、ありがとうございます。あ、どうもご苦労様です、やっと先生と伺いまして、はい、もう始まってますんで、はい、今回ですね、はい、公示日前の異例の応援演説ということなんですけど、その狙い目的は何でしょうか、はい、これはですね、やはり谷川トムさん、我々私が顧問を務めている自民党の積極で、財政を推進する議員連盟の共同代表ですから、なんとしてもね、彼はね、当選してもらえないが困るんです、だからとにかく彼をね、応援してとにかく頑張ってもらうということで、もう真っ先に今日、午前中に公務を済まして、こちらの方に飛んでまいりました、こういうの過去ありました？ないですね、いや選挙始まってからはありますけど、選挙始まる前にこういう形で来たというのは初めてです、で場合によってはもう一回選挙期間中に谷川トムさんの、応援にこちらの方まで、来ようかなと、ちょっと今考えています、そういった意味では今自民党内どうですか、ものすごい緊張感ですか、やっぱりですね、いわゆる政治と金の問題がありますので、逆風を私ですらですね、ひしひしと感じています、どうもありがとうございました。いいですか、はい、すいません、ありがとうございました、はい、やっぱり萩生田だったって皆さんに言ってもらえるように絶対頑張りますから。